ことといえば曲のことなんですが、曲以前のことと言いますか、それが魔法少女研究部の人たち、一度作ったシナリオを作り変えるって言ってるんです。それがですね、そうなんですよ。でもカスミンわかるんです。譲れないもの、カスミンにもありますもん。それがなくなっちゃうと自分じゃなくなっちゃいそうで、そうなったらなんでここにいるのかわからなくなっちゃって、譲れないもののために頑張ってきたのに、そういうこだわりを大事にした新しいシナリオが次々とできてて、どれがいいか選んでほしいって言うんです。でも選べないんですよ。だって全部みんなの気持ちが詰まってるんだもん。どの魔法少女も可愛くって、頑張ってて応援したくって、みんなのこだわり全部すごいなって思うんです。はい、あと舞台はずっと昔のヨーロッパみたいなファンタジーが溢れてる感じなのは一緒です。やだ先輩、カスミンみたいな可愛い魔法少女だなんて合ってますけど。ああ先輩頼もしい。先輩に相談してよかったです。先輩ってば難しいこと何でも叶えてくれちゃう。先輩がカスミンにとっての魔法使いですね。もちろんです。カスミン厳しくても先輩と一緒なら頑張りますか。